正義の祈り、変われし締まるライオン丸に、日本の平和を守るため暗黒魔人を焼き付けろ。今だ今こそ変身だ、走れライオン、飛べ飛べライオン、行くぞ解決ライオン丸。割拠する戦国時代、戦場ではおびただしい血が流され、多くの人々は家を失い、親を亡くした子供たちはわずかな食べ物を求めて戦乱の中をさまよっていた。そしてここ飛騨の山奥にも3人の戦乱の孤児がいた。しかし彼らはまだしも幸せである。なぜなら日本最高の忍者家臣孤児に拾われ今日まで育てられてきたからである。マサオ、あ、コスケちゃん、あよし、コスケ、やっやっ、ここだけこそぜひとも家臣小児殿をお迎えしたい。敵今川はドクロの忍者を暗躍させ織田家の滅亡を図っております。畜生、ドクロの忍者は今川方の仕業だったのか。ドクロの忍者を倒せるのはインドはジェラモンの妖術を会得された家臣小児を置いては他にござらぬ。断る。何と申される。断る理由を申され。武士が織田家の使いとは真っ赤な嘘。何、武士がここへ来た理由はこの家臣孤児の暗殺であろう。死ね。ヒマラヤの山中に100年の間立てこもり、あらゆる悪の妖術を身につけた大魔王ゴースン。奴がついに日本へ来たのじゃ。
魔王ゴーズンはこの日本に暗黒の世界を作り上げるのだ。大魔王ゴーズンに歯向かう者は容赦なく命を絶て。地獄の使者たちよ、日本中に血を流し殺し合いをさせ、人間どもの血を全て我が祭壇に備えるのだ。そのためにはまず家臣孤児を倒すのだ。奴がいては我が野望もままならぬ。愚かなドクロ忍者は家臣孤児暗殺に失敗したらしい。オロチよ、行け。直ちに行って必ず家臣孤児を倒してまいれ。デモノマ。思えば19年、そなたはわしが教えた忍法をことごとくよく身につけ、大きく成長した。嬉しく思うぞ。この太刀をそなたにやろう。今日からはこれをわしと思うがよい。はい。お師匠様、鎖でつながっていたら抜けないじゃないか。獅子丸がの、忍法獅子変化を開眼したとき、初めてこの鎖が切れるのじゃ。え、忍法獅子変化。沙織、そなたにはこれを与える。はい。この刀はそなたに男に負けぬ力を与えてくれよ。女としての心の優しさを決して忘れてはならんぞ。はい。お師匠様、おいらには何くれんだい。小助にはわしの魂をやる。魂？いやだい、そんなもん。おいらも刀が欲しいや。小助ちゃん、そなたが危うくなったときこれを吹け。え？わしの魂を呼ぶのじゃ。魂？うん。なんだか変だな。みんなよく聞くのじゃ。今日からはわしを頼ることなく、大魔王ゴーズンを倒すために生きるのじゃ。わしもいよいよ寿命が来たようじゃ。お師匠様。デボノバ。日頃鍛えた腕を見せ。
け行け。悲しい気持ちはわかる。俺だってお師匠様に拾われたんだ。坊、どうしたのじゃ。かかさんが死んでしもうたのか。これしきのことで泣いては弱すぎる。我らが行く手には想像を絶する苦難が待ち受けている。俺は大魔王ゴースンを倒すまではお師匠様の弔いは出さない。これで日本の征服はたやすくなった。皆の者行け。直ちに日本全国に散り、国中を戦乱と憎しみのるつぼに叩き込め。そしてオロチよ、お前は家臣小路の弟子ども三人を叩き殺してくるのだ。行け皆の者。獲物だ。いいか小助、今日からこの三人は本当の兄弟となって力を合わせて生きていくのだ。そうしてお師匠様の夢を果たすの。うん、平和な世の中だね。そうそうだ、そのためにも。うん、貴様は昨夜の名をおろしという御尊様のご命令によりお前たちの命をもらい受ける。何よ、お師匠様の仇。テバルバ
私の魂を呼ぶのじゃ。そうだ。もう追うんだ。うん、早くサウリ姉ちゃん助けなくちゃ。はやー、様をなぜ殺した？奴が邪魔だからだ。これからも邪魔な奴は容赦なく殺す。女でも子供でも手当たり次第殺すのだ。そうはさせん。お前を切る。ラスク。正義の祈り、哀れし死丸ライオン丸に、日本の平和を守るため
暗黒魔人を捨てろ。今だ今こそ変身だ。走れロガン、飛べ飛べライオン、行くぞ解決ライオン丸。ついに忍法七変化を会得しました。お師匠様、必ずや三人の手で憎きゴースの倒しと目にかけます。小助ちゃんも修行を積んで獅子丸さんに負けないようにね。うん、うん、あれ鎖が、えお、うん忍法七変化か、生かすな。よし、日本中に散った大魔王ゴースンの手下は次々に獅子丸たちを襲う。獅子丸たちはある村の女に太刀を譲ってくれとせがまれた。それはカッパ怪人山原道士の罠だった。怪人山原道士とは毒蜘蛛を操り毒煙を使うゴースンの手下である。村人を苦しめ獅子丸たちをピンチに陥れる山原道士の罠とは。来週の解決ライオン丸をお楽しみに。